カッパ園長グッズ第4弾、オンラインサロン1周年記念のお知らせです。本日、2月23日から3月20日最終日を予定しておりますが、数量限定になっておりますので、ご興味ある方はお早めにどうぞ。はい、カッパチュー袋、カッパ園長です。さて、じゃあまず最初は、日本をね、寿司の国と呼んだあるドイツ人解説者、これなんかサッカーでのことらしいんですけども、これニュース見た方いらっしゃいますかね。で、まあ、ちょっとじゃあ内容を見ていきましょうかね。6日に行われたブンデスリーガ2部、アウエ VS ハノーファー戦、アウエとハノーファー戦でですかね。まあスカイ、ドイツ版で解説を、スカイってなんだろう、ドイツ版で解説を務めたヨルグ・ダールマン氏、まあ、この方が解説者の方ですよね、がハノーファーの室谷選手かな、日本人選手に対して放ったコメントが、まあ、人種差別的だとして、まあ、ドイツ国内で物議を醸している、そうなんですよね。で、このダールマンさんは試合で、室谷選手が決定機を逃した際に、あれがハノーファーで初めての得点になるはずだった、彼の最後のゴールは寿司の国でのことだとコメント。で、この発言が人種差別的だとしてドイツ国内の、まあ、なんかネット上で、ね、批判の的になったっていうんですよね。で、当初はそれほど大きな、まあ、炎上騒動とまでは言ってなかったらしいんですけども、で、さらに続けてこのダールマンさんが自分のこの SNS 上でね、日本を寿司の国だとみなしたら、ね、人種差別になるのか本気かと反論したことで、まあ要は結果的に火に油を注ぐ形になっちゃったんですよね。で、なおこのダールマンさんは、以前にもまあ炎上騒動を起こしていた人で、すでに今シーズン限りでの降板が決定している人、まあなんだろう、名物トラブルおじさん的な感じだったっていうことかな。で、この件を、欧州で最も販売数が多い新聞であるビルトなどが報道して、まあ、多くのコメントが寄せられていましたよと。だまあほとんどのドイツの人は単に事実を指摘しただけとか、あるいは寿司は差別用語じゃないだろうなどの理由から、まあ、今回の炎上騒動をね、逆に疑問視しているようだ。まあ、そこまで騒ぐほどのことじゃないじゃないかっていうスタンスってことですかね。じゃあなんで炎上になったんですかね。ちょっと言ってる意味はよくわかんないですけども、じゃあここからね、だからまあほとんどがドイツの人たちの反応ってことですかね、順番に見ていきましょう。最初の人が、寿司は今ドイツでものすごい人気だよ、だからネガティブな要素はないと思うんだけど、今の時代では差別になってしまうのか、あ、そういう方向ね。で、次の人、だけど実際に寿司は日本の料理だよね、とか、ただ単に寿司と言っただけで差別とか、この国はますますクレイジーになってってるなとか、こちらビール、ソーセージ、ザワークラウトの国ですが何か、おっとこういう発言も炎上しちゃうのかな、まあそういうことになっちゃいますよね。で、次の人が、イタリアはパスタの国、スペインはタパスの国、タパスって何でしたっけ、こういうのも差別になっちゃうの、なるっていうなら分かるように理由を説明してほしい。で、次の人、俺たちもじゃがいもやろうって言われてるだろうけど、別にそう言われても俺は気にもしないけどな。で、次の人、この人ちょっと問題を起こしすぎだろ、まあこの解説者の人に対してね。で、次の人が、俺たちは本気で、左翼に立ち向かっていかないといけないと思う、これもう世界中そうですよね。うん。で、次の人、寿司が人種差別だってとんでもない時代になったもんだ。で、次の人は、解雇を求めるのはちょっとやりすぎだと思う、誰もがセンシティブすぎる嫌な時代だな、息苦しいですよね本当に。で、次の人、個人的には非イズル国って印象だけどな、それだとこの解説者さんの立場的にはそんな発言したところで受けもしないんでしょうけどね。で、次の人、差別に関する話し合いは重要だ、だけど愚かなものにするのはやめようとか、俺もこの人のこと大嫌いだ、だけど人種差別的な意図ではなかったと思う。で、次の人、この世の中全てが馬鹿げてるよ、これじゃ何も言えなくなっちゃうじゃないかとか、俺たちは海外では、俺たちも海外ではザワークラウトの国って言われてるよな、オランダはチーズの国、イタリアはパスタの国、これぐらいのユーモアはいいんじゃないのか。で、次の人、なぜこれが人種差別になるんだ、詩人の国とか思想家の国だったらいいのかよ。
で次の人、このアナウンサー腹立つわ。寿司の話するから寿司食べたくなっちゃったじゃないか。田舎だから寿司店なんてないんだよ。で、左の人間がそんな真剣にサッカー見てるとは思わなかったな、とか、最近は何でもかんでも差別だね。スイスと、高品質なチーズを、一つのセンテンスの中で使っても差別なのか。で次の人が、ドイツ国内でも例えばニュルンベルクはジンジャーブレッドの街と呼ばれている。今後はそういうのもダメってことなのか。で次の人、この国には他にもっと大きな問題があったはずだけど。で次の人、日本を寿司の国って呼ぶのはそんなおかしいのか。で次の人、イギリス人は俺たちドイツ人をクラウト、オーストリア人はピーフケ、日本人はデカッパナと呼んでいる。そんな彼らもレーシストなのか。このピーフケ、オーストリアにおける、ドイツの人たちに対する別称ですかね。差別用語的な、ドイツ野郎とか、競技の意味ではプロイセン野郎っていうことになるのかな。そこから来てるみたいですね、どうもね。で次の人、何でも差別、これがビールの国の現状だ。で次の人、実際日本は寿司の国だろう、笑顔の国でもいいけど、そしてアメリカはハンバーグの国で、イタリアはピザの国、今のドイツは偽善が蔓延する国でいいや。次の人、差別と何の関係があるんだ。非いずる国と言っても差別になっちゃうのかよ。で次の人、差別用語にされちゃうなんて寿司が気の毒だ。で次の人、ドイツ、漫然的な憤慨の国だよ。左翼の方々は随分と時間が余ってるようで。次の人、馬鹿げてる事柄にははっきりとそう言おう。仮に室や個人を寿司と呼んでいたら問題だろうけどな。で次の人、それって寿司が差別用語になるってことなのか。明日以降ドイツから日本食レストランが消えちゃうじゃないか。で次の人、白パン、白ソーセージ、ジャガイモ、ザワークラウト、ヒトラーと結びつけられるたびにドイツ人は怒らなきゃいけないということか。めんどくさい時代になったもんだ。で次の人、今のドイツはもう多文化主義の国に退化しちゃったのさ。で次の人が、寿司は日本で生まれた料理でしょ。寿司の国で何も間違ってないと思うけど、今のところお決まりのフレーズというわけではないけど、基本的には何も悪くないと思う。で次の人、どんな事柄でも差別だって批判するから、本当の差別がまともに受け止められなくなってるんじゃないのかな。何もかもが差別、もはや言葉のあやでしかないように感じてしまうよ。差別だと怒りの声をね、上げてる人は、誰一人見受けられませんでしたよね。これまだたくさんあるんですけど、コメントは。でも逆にね、また差別かよ、またこの手の話かよって、ポリコレ疲れって言ったら分かりますかね。そんな反応がほとんどでしたよね。でもこれ、あれじゃないですか、ドイツに限った話じゃないですよね。日本でもこういうの、程度の差はありますけどもね。いや、別に寿司の国って言われても、別に僕も悪い気はしませんでしたけどね。ただね、どこの国の誰とはあえて言いませんけど、日本人女性を寿司女言って、こうね、笑い飛ばしてくる。これはね、何が問題かってね、確かに使ってる単語は同じ寿司ですけど、悪意がありますよね。その寿司女呼ばわりは、明らかに。だから、要はあれですよ、ね、言われたこの本人がね、例えば今回だったら、そのドイツの、日本人選手、室屋選手ですよね。彼が特に不快に思っていないんだったら、で、それを聞いてた、日本人のね、ファン、サポーター、で、この番組を見ていた日本人のね、ファン、サポーターの方々が、それを言われてね、特になんかこうね、不愉快な思いとかしてないんだったら、いいと思いますけどね。だから結局はそこに悪意があるかどうかだと思いますよ。今回の場合はそういうふうには特に受け取れなかったですけどもね。これってあれじゃないのね。このコメントしてくれてたこのドイツの人たちからはね、日本は寿司の国だしね、寿司は日本の料理だろう、日本発祥の料理だろうってね、言っていましたけど、それをね、ガンとして聞き入れない人たちがいますよね。特にどこの誰とはあえて言わないですけど、寿司の起源を主張しているね、ある国の差し金じゃないかなって疑ってますけどもね。
どうも当の日本人が、日本国民が誰一人騒いでもいないのに、てかそもそもこんなニュースね、聞いたこともなかったっていう人が大半なのにね、なぜ日本以外ドイツ以外の国の人たちが火つけてその火を大きくしようとせっせせっせとね、うん、頑張っちゃってるのかなって言えばもうわかりますよね。そうですよね。だからそこにね、悪意がなければね、まあ多少なんかこう冷やかしたり、この揶揄する意図があったとしてもね、なんだろう、日本人、いやっていうかね、まあほとんどの国地域の人たちがその相手に対するその敬意とかね、うん、なんかその愛しさなんかも含めてっていうんだったらわかるんですよ。例えばね、この有名なエピソードがあって、まあかつて日本と、まああえてどこの国とは言いませんけども、ここではまあワールドカップ共催したことがあったじゃないですかね。で、その時の出来事なんですけどもね、まあ多分これ有名なんで知ってる人多いと思いますけど、ある日本サポーターの人たちとね、ベルギーのサポーターの人たちがまあバッタリ出くわすんですよね。すると、日本サポーターの人たちがなぜか一斉にね、ワッフルワッフル連呼したんだってでね、一瞬それを聞いてね、呆然としていたベルギーサポーターたちもね、すぐどういうことを言ってね、どういう意図でそう言ってるのか、すぐにこう理解してね。で、ベルギーサポーターたちもすぐにね、スーシスーシゲイシャゲイシャって応じたっていうね。うん、いや、こういう微笑ましいやり取りになるんですよ、普通は。そこに悪意がなければ、うん、っていう場面がどっかの国の、とある国のメディアがね、悪意を持って報じているんですよね。うん、ね、なんで今回改めてこういうことになったかっていうのがもうわかりますよね。そういうことです。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。